中学入試算数、気づいたら10秒以内に解ける面積の両問です。では始めましょう。縦が10センチ、横が20センチの長方形の中に半径が10センチの円の一部を3つ書きました。広部分の面積は何平方センチメートルですか？円周率は 3.14 とします。では解説をします。図で AD の中点 E と BC の中点 F を結ぶとき、四角形 EFCD は一辺10センチの正方形です。その左にある色部分を図のように透析移動すると、色部分は正方形 EFCD に集まるので、その面積は 10×10 で100平方センチメートルが正解となります。